西日本鉄道雑所の熊自動車営業所、西鉄雑所の熊自動車営業所、所属車両雑所の熊自動車営業所は、西日本鉄道に存在していたバス営業所の一つで、主に福岡市博多区や春日市北部を走る路線を運行していた。1962年7月1日に新設された。西鉄天神大牟田線の線路沿いに設置されていた。かつては西鉄観光バス副港南車庫が併設されていた。2020年3月21日に福岡市博多区中野福岡製菓市場跡地に竹下自動車営業所として移転し、竹下営業所雑所の熊車庫に格下げされた。福岡県福岡市博多区竹岡町3丁目2番21号板付7丁目。板付団地から博多駅、福岡タワー及び大橋駅を結ぶ路線。博多駅から筑紫通り経由で、諸岡、井尻駅、福岡女学院、南、本町、雑所の熊営業所方面へ、天神、都市高速経由で、シーサイド、桃地地区へ至る路線。福岡市中心部から竹下経由で、井尻、雑所の熊地区に至る路線。経路上に共愛区間が存在していたが、2016年3月26日からは、共愛区間を通過しないように、経路変更された。一時期、雑所の熊営業所、JR 南福岡駅発着の11番43番の一部に、営業所表記、増の車両が使用されていたが、実際には、西鉄バス2日、市海支社の乗務員が運転しており、車内の路線図も同支社のものが使用され、西鉄、時刻表携帯版の運行会社も、西鉄バス2日、市表記のため、海支社の運行であるとみなして、ここでは記載しない。なお、現在は、表記が本来のものに変更されている。かつて車両には、本来の営業所記載表記とは別に、雑所の熊と所属営業所が記載された熊のイラストのシールが貼られていた。西鉄天神大牟田線井尻駅、土風呂前駅間で進められている連続立体交差事業に合わせ、2021年度に雑所の熊から春日原間の当営業所隣接地に新駅設置の計画がある。博多駅、天神折り返し便は全区間44番として運行。すれすれ危険なぞのバス路線変更へ、福岡市博多区西日本新聞経済電子版。2016年3月25日。西日本新聞2014年2月7日。ありがとうございます。